島田さんがお父様のお話をしたら後ろであの男の方ちょっとここしか見えないですけど男の方がニヤッとするとか今しましたどうも島田周平です始まりました島田周平のお階段めり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますチャンネルメンバーシップの方もありますぜひお願いいたします そしてチャンネル登録、グッドボタン、あとね、コメントの方もいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。さあ、今回ですね、もう本当にお会いできて光栄というか、もうなんか興奮で昨日から眠れなかったぐらい嬉しい方なんですけども、ずっとね、声優さんとして活躍をされています、南尾美さんんという方なんですね。この方、まあ、あの島次郎の声なんかでもね、おなじみの方なんですけども、実はね、 業界でもかなり有名になるぐらい霊感がお強い方なんですで。なんと今回ですね、南さんがこういった映像では初めてこちらで自分の体験談、シグナルフをですね、たくさん披露していただけるようです。えではご紹介いたします。南おみさんです。お願いいたします。どうも、えー、皆様、はじめまして。南おみと申します。よろしくお願いします。うわありがとうございます。よろしくお願いします。 まずあの <laughs> お礼をねあの言わしていただきたいんですけどもうちね子供がまだちっちゃいですから、はい、もうシマジロもう大好きであのコンサートもね、はい、何回も行かせてもらってますありがとうございます <laughs> あの小さいお子様にはシマジロに会ったよって言って私の名前は出さないでください、ね、ああもちろんです <laughs> はいそうか今日お父さんパパシマジロに会ってきたんだよってそうです幼稚園児以下の皆さんにはあのシマジロだったよって <laughs> あの着ぐるみがこういる感じ。<laughs> にであのイメージででしていただける <laughs> でもね今オーバーオールがもしねあのジーンズ柄だったらね,ねちょっとあのとりあえずこうイメージだけはその感じになって皆さんもあのこう幻を見ていただければ。声優さんとしても、ね、長年活躍されてますけどやっぱり素晴らしいお声の持ち主でありがとうございますあのウィキペディアさっき見させてもらったんですけどもね。はい 間違い電話でなんかダンスの方が電話をかけてきちゃったことがあるんだけどはいもう1回かけてこられましたかけた時の、はい、南さんのお声があまりにも素晴らしかったからその相手が「あの声もう一回聞きたい」。<laughs> なってすみませんさっき間違えて電話したんですがです、ね、もう一回電話しちゃいましたってことがあったらしいですねありますね本当なんですねはいありました、ね、一瞬でのね声でもう相手を魅了してしまったわけですもんねどうなんですかねたまたま好きだったんじゃないですかそういう声がいや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 でもやっぱりねもうこの声でもしもしなんて出られたらやっぱりあなんか素敵な方って思いますもんね会社だと思って自分のところだと思って。 もしもしってちゃんと出る時はあれですけど寝ぼけてたりとか普通にあの友達とかだと「もしお前」ってなるんで「<laughs> 何?」みたいなあの普通に喋る状況になりがちなので「えええしっかり喋ってる」って言われますちっちゃい頃からの友達とかには ちゃんと喋れててっもう喋れてるだけで褒められるっていうぐらいハードルは下がりまくったわけですね。れいすみたいな感じでだからほんとみんなから可愛がられて可愛がられて甘やかされて <laughs> れ今,日今日も多分島田さんに喋ってもらえてよかったねってみんなが多分ファンの方も含めて<あ>言ってくれると思うあもうだからファンというかもうみんな保護者っていう目線で。<laughs> <laughs> あの見守ってくれてるっていう最強の仲間がじゃいるわけですね。ありがたいこと,とい,いやー素晴らしいですね。すこれもう人柄ですよ。<laughs> でですねあの皆さん島次郎の方はですねまた来年映画の方も公開ということで、でね、はい、はい、そちらもねぜひぜひ,ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、もうじゃあ小さい頃から、はい、もう当たり前のように見えていたって感じなの。そうですね。あの電車の中で。 あのまあ、電車に乗ったりとかすると、まあ、私立とかだったので電車に乗ったりすると電車ってすごい満員なんだなってずっと思って生きてたんですよ。ねだから本当にあの 私電車弱いいのででで分ぐらいで酔っちゃうんですね、はい、なので「こんなに満員だったら本当に酔うのは当たり前だよね」って「ねえママ」って言ってたんですけどうちの母は「うーん」って言いながら父とかも父は信じないタイプだって、はい、お前何言ってんだ」みたいな。ってことは実際は結構ガラガラレベルそうですねお昼とかってガラガラじゃないですかそのお昼のガラガラレベルの時でもぎゅうぎゅうになってたってことなんですか そんなに幽霊っているんですね。はい、基本的に別にあの、なんでしょう,う、多分私の中ではですけど。普通にいる、その。こうエネルギー体として普通に。何かい,い,いたければいる人たち。なんだなって勝手に思ってました。えー、ちめちゃくちゃ面白いです。本当ですか。あの、やっぱり自分がそういうのが見えたりとか、感じたりできない分。はい、うそうやって見えてる方がどうやって見えてるかとか。どうやって感じたかとかって話がもう、本当に。 興味がすすごいんですよ <laughs> よくこうあの「分かるでしょ」って言われるのも分からなかったのちっちゃい頃からすぎて、ええ、例えばちょっと薄いとかあのボディーがない代わりにちょっとこう、うん、なんでしょうこうしゃがかかってるじゃないですけどふわっとしてるとかっていうのが理解できないそういう人間がいるって思うそうか別にもともとだって生まれた頃ぐらいから物心ついた頃からはそういうふうになってるわけだからもう普通にいるもんだってことですもんね。そそうですそうですそうですすえあのー 例えば家系的にっていうと、家系的に言うと自分の祖母、あのじゃ母方の祖母が、まあ母が言うには三歳で亡くなってるので、はい、ちゃんとは聞いてないんですけど、<っ>母方の祖母がそういう人だった。あ、みなみさんが三歳の時に亡く,な亡くなられてしまってる<ー>祖母なんですけど、あの母がずっとあんたもかみたいな感じで、あ、お母様はじゃそういった力はあんまりなかったんですか？なんか聞くと、え、ママそれは。 っていうあるんですけど、すごい考えよくてですね、うちの母。あの、あ、何々さんから電話かかってきたって言って取るんですよ。ええー <laughs>。面白い。だから、ないとは言えない、勘の鋭さがすごい。あの、もともと美容師で、はい、お客様。あの電話対応だったんです。けど、えー、母が一人でやってるんで。えーはい、あ、何々さんだ。 って言って、もう、もう、もうって言いながら、時間違うんですよ、全然。はい。朝必ずとかじゃないんです。あ、ちょっと待って。え、ね、おみちゃん、何々さんからだから、ちょっと取ってって言われて、言うと、<laughs> 本当にそうなの。っていうことはありました。すごいあったんで。だから、<だ>まあ、あのー、まあ。 例えばやっぱり家計的に強い家計だったのかもしれなくて特におばあ様が強かった、はい、でそれを見ていたお母様がいてお,、ね、お母様からするとおばあ様ほどじゃないけどやっぱり力は多少受け継いでたんでしょうね。そうですだからうちの祖母のお話というのは本当にそんなことあるんだみたいな話がその母から伝わってきてはいるんですよ。だけど、うん、あの母としてはそんなことないから別に何かが見えたとか。 だからそうちの祖母としては猫ってね会議するんだよって言うらしいんですよ面白いいや聞いたことあります僕会談で,でちゃんとあの猫を会議するから、はい、あの猫に悪口を言ったりとか他の猫をいじめたりとかすると全猫に広がるからねその地域のって言われてためちゃくちゃ面白いです犬は人につく猫は土地につくんだって言って土地のこと聞きたかったら猫に聞くのが一番だって言って 猫にいろいろ話を聞いていくっていう方の話を聞いたことがあるんですよね、はい。そうなんです。だからね、あの一番言われてたのは何かあった時き何かあのいなくなった地域の猫がいなくなったとかはあの言いなさいってあの誰誰ちゃんとこの誰誰ちゃんがいなくなったんだけどあの。 ちょっと一緒に探してくれないとか知ってたら情報網で教えてって言うと必ずやってくる言われていてそれが祖母からの教えですねあと踊ってる猫はよ月夜で踊ってる猫は邪魔しちゃダメだよとかちょっとごめんなさい情報量多すぎて月夜で踊ってる猫は邪魔しちゃダメ皆さんわかりました月夜で踊っている猫は邪魔しちゃダメですどうのうことでしょうか要はこう何かやっている の何かって私も祖母からちゃんと聞いてないんですけど母がもう,うる覚えだったんであれなんですけど月夜で踊ってるる猫には用事があるから何かの儀式とかってことなんですか、ね、あそういういことだと思います途中を何か言う,るるうのか分かりませんけどか分からないですけどそれか何かこう自分の中で楽しいことがあってこう踊っていたりするのでそれを邪魔すると後で怒られるから。 ダメだよって言われたりとか。まあ、だから、おばあさまはそれぐらい、もう、はい、もう、そういった世界にお詳しいし、力もあった。で,で、お母さんからすると、そういうおばあちゃんを見ていて、自分はそうでもないけど。でも、これ、きっと息苦しいだろうなと思ってた中。中、ね、自分の娘がめちゃくちゃ見えるんだということに。気づきましたね。そしたら、お母様からすると、どういうふうに言われるんですか。母としては、なんか、何かちょろっと言ってしまったことだったり。あの、あのおばあちゃんさって、あの。 足元消えてるけどなんでとか言っちゃうんですよそうすると「シッ」っていう <laughs> おばちゃんには言わないように」って言うとおばちゃんちょっとこの事故にお会いになったりとか消えちちゃゃっってる場所にが怪我しちゃったりとかああの霊感というかそういう力がある方が小さい頃、はいはい、その方がその後に不幸が起こるとか亡くなってしまうっていうのがなぜか分かるってことを言う。 体験談の話も結構聞くんですけど、ちすごいちっちゃい時は確かに今。今今振り返ったら確実に分かってたんだろうなっていうことはあります。あの見え方として違うんですよ。何かこうえっ、ー、と黒ではないんですけど、こう混ざるんですよ。体に。それか消えてるか？ あの人によってはこうモザイクのように見えるっていう表現する人もいるし、あ,<ー>あとはやっぱこうりモヤがかかってるっていう煙そうですねモヤっていうんですかねこう黒とグレーとちょっと青じゃないんですけどなんかちょっと違う色が混じった煙みたいな状態のがかかってるんですよそうそうそのかかってるところにその後とよくないことが起こることなんですか、はい、そうですねなんか物によりますけど物というとえっと例えば帯置きであったら違う色え何色なんですかじゃちょっと白っぽく 映るはいはいあのよくあの、えー、とレントゲンで映るみたいな影ありますよねはい、はい、あんな感じで出てたりとかそれが病気の色が白っぽくってまあまあこれはまあちょっと子供の本当んちっちゃい頃が、はい、その子供の頃はその病気の色は白く見えてけがとかだとけがとかだともう完全に消えてるかえっ、ー、と黒<ー>ほぼ黒っぽい色でかかってたりなくなってしまう場合とかそれはどういうふうに見えるんですか なくなってしまう場合っていうのが、なんか私あの一度本当にそれで言ったんで、もう二度というまいって思ったことがありまして、あのなんかタロットカードってあるじゃないですか。えー、それで私小さい時ってそういうのが付録でついてくる時があって、なんか雑誌とかね。雑誌で付録について,て。少女ね、なんか雑誌とかもありましたよね。そうそうそう少女雑誌でそれでなんか遊んでたらあの美容室だったんで,で来てたおばちゃんが。 あの「ねえゃばちゃやってやって,って」私どうどう?」って言って「分かった」ってやった時にボンってまあよくないカードが現れまして、はい、でうち子供なんで小学生なんでそういうの分からないしあでも何か「あれおばちゃんさ病院行って」って言った時のその見え方としては明らかに体にあの黒いもやがかかっていたんですよ。 それは今までのその事故とかの黒いもやとまた別にすんですか。じゃないですね。あの、なんて言ったらいいんでしょう。ベタっとしてる色。あの。事故とかの時って、えっ、ー、とふわっとしてるんですよ。ああ、ちょっとまあ薄いというか。あの。なんかベタ塗りじゃない感じ。そうですね。く、あの雲がかかった感じっですか、ね。<laughs> で、えっ、ー、と、その時初めて。なんでしょうね。こうベタって、こうつけたみたいな。あの、ペトペトって、あの。 ピ、えっと、ンクというかもやもやじゃなくてもうべったりくっついてるみたいな感じあそうです体にガンってついてる感じだったんですよであれと思ってそういうの分かんないからお話をしていったらいったらいや言われていってよかったよって言ってあちょっとしばらくして亡くなってしまってるんですけどちゃんとあの分かったその病気が発覚したはあ で、その場所がその場所だって。えー、この、お腹のところですけど、だったんでっていうのはありました。それって、ずっとその力って続くんですか。で、あまりにも辛くて、一回、やだ、もうやりたくないって言って、当時いたんですね。それ、いつぐらいの時ですか。それ、小学校五年生ですね。えー、じゃ、それまでずっと見えちゃってたわけです、ね。でもう、完全に、見え、その、そういうのを、辛す、大好きだったんで、もう、もう、もう。なんでしょうね、こう。 なんかあると親に何か言われると逃げていくぐらい大好きなおばちゃんだったんであーおばあちゃんのことがですね、うん、大好きだったんで、はい、それをもう見たくないって思ってあのそれは後からあのからお坊さんの知り合いができましてそれは閉じてるねって言われたんですよそれを見ないように。はあ、もうう見ないように自分ででそういうその何かそういうものっていうのは見ないように。いやなんかこう話聞聞けば聞くほど すごい力をお持ちのやでやっぱりお母様からすると、うん、まあそんなこと言ったらね周りから変なこと見られるし嘘つきって言われるし<ー>ダメってでねそれがどん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 こう広がっていかないようになんかもうちょっとこう<の>周りに言うなっていう,う、ね、なんかストップかけてたような感じなかけてましたねずっとかけてましたねだから一番はおじちゃんが来た時とか例えばね誰かあのまあお客さんでお,お父さんがお迎えに来ました。 あのおじいちゃんなんでおじいちゃんさ後ろに女の人ついてきてるのっていうのを言っちゃったりとかすると家庭内トラブルが起きるわけじゃないですかそれっていうのはその方がちょっと奥さん以外にっていうお遊びになられてるでちょっとも見えてたんですねそうですねあのわかんないから特にあの生きてらっしゃる方のエネルギーって強いから、はい、普通に見えるんですよ生き量ってことかそ,れはそう生き量なんで <laughs> あ、やっぱりこうなくなった例と、生き霊でいうと、生き霊の方がはっきり見える。るうわ、面白い、なんかすごい、なんか。ごめんなさい、ちめちゃくちゃ面白いです。本当ですか。よかった。<laughs> そうなんですね。いや、あの、多分、多分ご自身麻痺されてるんで。もうこれ当たり前と思うことも全部言ってください。<laughs> それがなんかもう、僕ら見えない人からすると。<laughs> そうか。すっごいこう、なんか。見えた自分も気持ちになれる気がして、嬉しいんですよ。楽しいんです。そうか。この世には、だから、こういうのがあるのは当たり前みたいな感覚です。 でしただから言ったら怖がられちゃうとかっていうのはようやく大人になってきて怖いんだなって思いますだってそれはそうですよね物心ついた時から普通に見えてたらい,い、はい、あとはまあ薄い人足がない人とかっていうふうにいたらあこの世界ってこういうふうにいろんな形のいろんな人たちがいる世界なんだって思いますそ、ね、そううでですねだからうねだかららちのののの祖母からのその系統のお話で言うんだったらあの。 お化けになるっていうのはっていう話があって、はい、幽霊としてしっかりみんなにこう見えない人にもちゃんと見せるためには100%の根性が必要なんだよっていう話がっとちょ,ち,ょえちょっと教えてください <laughs> ど,ど,ど,どういうことですかあの100%要は恨めしいとか何かこう100%なのでそれで言うと「なんか当たったヤッホー!」ぽくっていう方もお,お化けにはなると。 なんか当たったヤッホーっっヤーていうのはいや例えばパチンコでもう大当たりしちゃってって言ってポクってその場で何かこうなんかなくなってしまうの心臓うってなってたりとかっていう方も含めて幽霊にはなるだからマイナスもプラスも幽霊にはなるんだけどその時にものすごいハッピーでも何でもいいから。 エネルギーがないと幽霊と言われるそのみんなが見れる幽霊にはならんっていう、ね、えってことはなくなる瞬間が大事ってことなんですか大事っていうええっていうふうにその祖母の話ですけどそうするとでなんであのその恨めしい人が多いかっていうと人って恨めしい方がエネルギー強いんだよなるほどでハッピーって思って亡くなっている方はすぐさあって消えちゃうんだよってハッピーだからうん。 いいらないじゃん残さないじゃん別に」って言われましたそれは祖母から,祖母からの,あの,この教えです<ー>だから本当に怖いものっていうのはあの恨みとか怒りとかそういうエネルギーの方悲しいも含めたエネルギーの方が人は残りやすいからだから見えだからまあ,あのいろんな、まあ、階段であるとかっていう中でまあ 不良のなくなり方とか、なんで,、ね、なんでって思いますよ、ね、なんでっていうであと辛いこうね人からこう,う,う自分が吸う血をっていうような人がこうバケて出るみたいなそういうことになってくる。七代たたるとかねよくありますよね。あれもなんかあの七代分ぐらいの年代がまあ限界だからっていう <laughs> 言われました。七 <laughs> 代なんだ。大体七代っていうとよく言いますよね。年数で言うと。 えと何年だろう百何十年なんですかね。ぐらいが限界なんですね。なんかあのずっといるっていうその思いですよねある意味こう、ね、だから思いだからよくそのね最近いろんな説があるんですよねあの僕ら知らない側からするとんか最近あの落ち虫の例見ないじゃんっていうそれはもう,もう700年は経っちゃってるから <laughs> そろそろ700年分の人たちはあの気持ちとしては残るらしいんですよ。 まだはあ、はあ、だけどボディーで見せる限界があるらしいというのは祖母からのこう教えです。で、それは7代ぐらいがボディー見せてられるっていうのは限界なんだろ限界。だから、ね、縄文人の幽霊いないじゃんって言ってですいるわけないだろうっていうね。ただもしも縄文人の幽霊を見た時には、うん、めちゃくちゃ悔しいとかすとん なんかパワーが見せたいっい,い,せたいっていうパワーがいスーパーサイヤ人ぐらいのパワーでなくなってるといまだに見えるかもしれないって <laughs> <う>ことだけどまあほぼ難しいよってことなんですちょっとほぼ難しいかなそ,そこまでいける人が少ないかなっていう。ってだってこっ百100年とかそれぐらいとかね7代 700, 700年としてあのひ1人100年 <laughs> 1>, <あ>1代100年としてみたいな。1>, 1代100年で 700, 700年もさかのぼっていいんですか、うん、ぐらいだっていうふうには言われてますね。あー でもえ300年ぐらいとかじゃなくってもう200年とかあの頑張れる人まあでも一番やれるあれもやれる人たちはってもう祖母から言われてるので潤えになっちゃってるんですけどやれる人たちは、まあ、せいぜい150年とか,か。っていうあのも,うものすごいこううらって言われる。 やっぱりオチ武者とかいないですもんねいないです、ね、鎧武者とかも見ないですもんねちょっと鎧武者とかないですかねギリギリ私ちっちゃい時の赤ちゃんの時ぐらいでギリですオチ、ね、<laughs> 武者さん系をもう見てるんですけどオチ <laughs> <laughs> 武者さんその小さい頃のお話で言うともういろいろこうありましてそのなんであのおじさんはあの道のに立ってる 6分に立ってるおのおじさんは「あげてるの?」っていうそっか分からないからねあのうち武者のね頭が分からないからあの真ん中だけ反ってるのって聞いたらうちの母が知ってってことはもうさっきから聞いてると「お母様見えてません見てない」って言うんです母は見えないし聞こえないし知らんと私はただ夢で見るだけだっていう話ああ してましたね。え、もうちょっとごめんなさい。そうなってくると、はい、もうじゃ、今まで。もう。数なんて数えきれないぐらい、もう日常茶飯事のように、いろんな経験、ね、体験談があるわけじゃないですか。かでも。当たり前だったりすると、怖いとかいう感情もまずないわけじゃないですか。見えたからとか。<も>いるからってって。人は怖いじゃないですか。人。人で、怖い人は怖いじゃない。暴力を振るったりとか。 言葉暴言を吐いたりとかする人。人こわもてでこういかつい人。とかそうです。うん、怖いじゃないですか。同じなんですよ。なるほど。だから怖い人っていう、あの人は怖かったね。どこにいた人って言われるけど。それが怖いと私の中の認識なて。で、その怖いなって思う人は。単純に見た目だけでは怖いのか、実際に怖いことをしてくるような例なのかっていうと、どうなんですか。怖いことをしてくる方も。 もちろんいらっしゃるのであの一番はでももともと普通に歩いてて子供の頃もそうですけど普通に歩いてて怖いことしてくる方っていうのがゼロだったんですね多分な私の中では守られてるなっていうのが、まあ、これお仏壇の話なんですけど、はい、うちの仏壇に入っているおじいちゃんそれからうちの両、はい、父親のお姉ちゃんとかいたんですけど、うん、あの私たち これちょっと変なんですけど、私たちがこの子を。あの、こう、こづいてもいいけど、うん、他人が小づいたら許さんタイプの。先祖なんです <laughs> <laughs> あの、ちょっと、あの、言わんと仕事はわかります。なんか、こう、はいはい、あの、私たちはいいけど、他は許さないっていうので、うちの祖母が入った時に、あの、父方の祖母も入った時に。それが強固になりまして、ええ、あの、ものすごい、こう、何かがあってとか。 自分たちはなんかあれあれこれあれじゃないですけどお団子が食べたいとか言うとなぜか,かなんかあお団子食べなきゃとかで持ってきて一応一個あげてとかってことをさせられていたんですけど、うん、ずっと、はい、<laughs> あの外で例えば誰かがすごく意地悪なことをしてくるとか言うとある日突然その子ちょっと具合悪くなったりとかへ<ー> <laughs> しだすんですよ。守、まあ てくれてるというか代わりに、本当にこういなくなるように、あの仕事でも今でもそうですけど、仕事でも合わなくなるように持って行ってくれたり、ただギリギリまで頑張れっていう家族なのでやっですけど、<ぁ>そこはちっちゃい頃から本当にありまゃあ守られてるんですね。で、あの今のお話ね、はい、なると、まあめちゃくちゃたくさんいると、ただ。 人間だってそうですよねすっごいたくさんの人いるけど、はい、その中で怖い人って100人いたら1人や2人かもしれないしうん、うん、でそんな中自分に危害を加えてくる人なんて、うん、1千もう1万人いてとかまあ人生でそんな生活してもそんなないじゃないですか、うん、ぐらい別に例だって、うん、ほぼ大多数が 普通、はい、とってすだから見えるけど別に特に何でもないんだよとけないとかっていうことではないと思ってます。ほうほうでアピールをしてくる方々っていうのはいろいろいらっしゃるのでこれアピールって何ですかさっきを申し上げたその女性いるよねって女の,女の人がいるよねっていう時に、はいはい、その人が目の前に私とそのおじさんの目の前にスッて入ってきてすごいもうそれはこうあ 怖かったって言ってもそうですねあの急に私の顔をガッて見まして、ええ、笑うとかそうか見えてるでしょだからあなたに行っ,ってっていうその話は数回やりますアピールすごいアピールをされるっていうのは何回か本当にありますちょっとそのお話いくつか聞いてもいいですかあもちろんですはい。 また次回とかですね。うすそう今まで経験した中でも怖かったという話とか、ちょっとぜひお願いいたします。あぜありがとうございます。いやーちょっと面白くなかったですか皆さん、えー。ぜひ皆さんですね。えー、南尾美さんですね。まああの島次郎の声の場合はですね、また来年<ー>はい、あの映画の公開も控えてありますので。そうですね。あと土曜日の朝だったりとか島次郎のワオというのをずっとレーンずっとやってるので。はい。 あとャールマルもやってるので、はい、ぜひ。<laughs> ありがとうございます。で、皆さんもね、チェックの方をお願いいたします。そして、あの、まあ、エの方もね、はい、やられておりますので、ぜひそちらで、えー、活動内の方も。皆さんね、え <laughs>、応援というか、ぜひ、保護者目線でね、今持 <laughs> てあげていただきたいというう思います。<laughs> ますよろしくお願いします。本日のゲスト、声優の、南おみさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。